はい、こんにちは、116ウィンズです。昨年21年ぶりとなるプレーオフ進出を決めたマリナーズ、ディビジョンシリーズでアストロズの高い壁にはぶち当たったものの、2年連続でシーズン90勝を達成するなど、コンテンダーとして着実に前進した1年であったのは間違いなく、またオフの補強次第ではさらに上を目指せるくらいまだまだ上がる可能性を秘めたチームだと思っていましたので、特にチームの課題であった打線にフォーカスを当てて、この冬マリナーズにぜひ狙ってほしいバッターを7人ほど以前ピックアップしましたよね。まあ、昨年のオフも同様の題材の動画を上げまして、ピックアップした選手たちがそのオフの間、見事にマリナーズに来ることは誰一人としてなかったというトラウマはありましたんで、前よりも少し多めに7人、割と真剣にこのくらいの選手だったらマリナーズにもチャンスがあるんじゃないかという7人を選んで、今回こそ一人くらいは来てくれるんじゃないかと希望を持って動画を YouTube に投稿しました。コメント欄はみんな揃いも揃って当たらんぞと言ってきて、こんにゃろうと思ったりもしましたが、私は本気で信じてました。しかし現実はなんと厳しいことか、オフも終盤に差し掛かってピックアップした7人、結局誰一人としてマリナーズにこの冬来ることはなさそうと、なんでこうなっちゃうのかと。もちろんあくまで私が来てほしいと思った選手に過ぎないので、別に外すこと自体になら問題はないものの、しかし誰も来なかった現実にはちゃんと向き合う必要がありますので、今回はなぜ狙ってほしい打者リストは叶わなかったのか、その反省会を行っていきます。まず狙ってほしい打者リストにてピックアップした7人が今オフどうなったかを振り返っておきましょう。 FA からは4人、ザンダーボガーツはパドレスと11年総額2億8000万ドルの契約、ブランドニモはメッツと8年総額1億6200万ドルの契約にて残留、アンドリュー・ベニンテンディはホワイトソックスと5年総額7500万ドル、ホセ・アブレイユはよりにもよってアストロズと3年総額5850万ドルの契約を結びましたよね。そしてトレードでの獲得候補として挙げた3人、ツインズのホルヘ・ポランコ、ガーディアンズのアメット・ロザリオ、カブスのイアン・ハップはいずれも今のところトレードはされておらず、トレードされそうな雰囲気も特にないため、このまま行けば3人とも昨年と同じユニフォームを着ての開幕となりそうです。という感じで、見事なまでの空振り、来てほしいと願ったバッターたちは誰一人としてシアトルにこの冬やってくることはありませんでした。で、反省すべき点はいくつかありますが、まず FA 市場の高騰を読めなかった。オフが始まる前の段階で予想されていた額よりもはるかに大きな契約を大物 FA 選手たちが結ぶことが多かった印象のあるコンオフですが、この選手にこんなに出すのかと何度驚いたことでしょうか。贅沢税対策の一環として契約の期間を伸ばして1年あたりの平均年俸を下げるタイプの契約が非常に多かったですが、とはいえ現在30歳でかつショートの FA 市場ナンバーワンでもなかったボーガーツに11年契約、何かと怪我が多く7年間のキャリアで140試合以上出場した年が2年しかないニモに対しても8年契約が出る市場を事前に正確に予測できた人もおそらく世界中探しても少ないんじゃないのかなと。当初予想していたものよりも2年から3年長い契約がバンバン出た印象で、まあマリナーズというかディポトさんはなるべくペイロールの柔軟性をキープしたい方で、過度な長期契約は避けたい意向を持っていると思われますので、そのマリナーズにとってコンフの FA 市場の流れは逆風だったでしょうね。FA 市場がこれだけ盛況だった背景にはこのあたりの理由が考えられるかと思います。スティーブ・コーエンがメッツのオーナーとなってからプロスペクト市場主義にかなり傾いていた球界のトレンドは変わりつつあると思いますし、またプレーオフ枠が拡大となったことで明確な再建中のチームも減った印象、プロスペクトを使って主力クラスの選手を獲得するトレードが今までよりも難しくなった、売り手のチームが主力をあまり積極的に売らなくなったことが多くのチームが FA 補強に走った部分もあるでしょう。またもう一点多少は影響しているかもなと思った点としては、コンフ MLB はデジタル配信事業を担うバムテックの全株式をディズニーに売却しているんですが、それによる収益で全球団に3000万ドルずつ配分されているんですよね。昨年3月に結ばれた新しい労使協定によって贅沢税の課税ラインも引き上げともなっていますし、 FA で多少出費しても問題ないチームが例年より多かったのかもしれません。このあたりの動きをもう少し読めていたら、 FA 補強がマリナーズにとって厳しい戦いになることを頭に入れられたかもしれませんが、まあそれにしても予想を上回る市場の盛況ぶりでした。反省点2点目、マリナーズの補強方針にちょっと期待しすぎました。カスティーヨと契約延長した直後に上げた動画の中で、私はこれだけ長期契約を出した状況だとオフに大物選手と契約するのは難しいかもしれないと言っていたにもかかわらず、ディポトさんがちょっとショートの大型補強を否定しないような発言をしただけで、これはもしかしたらボガーツあたりチャレンジしてくれるのではないかと期待してしまったんですよね。夢を抱いてしまいましたよ。ディポトさんはコンオフマリナーズのペイロールをミドルマーケットクラスと表現していたように、ものすごく裕福な球団でもない中で、これから若手の主力選手たちも年俸が上がっていきますし、将来も見据えると今さらに年3000万ドルクラスの選手をプラスするのはチーム作りの上では厳しいという判断もあったんでしょうか。
まあどっちにしても5月11年契約ではノーチャンスではあったんですけど、あとはこれはシアトルタイムズのライアン・ディビッシュ記者が報じていたことですが、マリナーズのオーナー側が思ったよりもペイロール拡大に乗り気ではないようで、単純に資金面の制約が大きい部分もあるのかもしれませんね。マリナーズの財政面もちょっと楽観視しすぎてしまった部分はあるかもしれません。反省点3つ目、ディポトさんのように型にはまらない考えも必要だったのかなと。最も象徴的なのがテオスカー・ヘルナンデスの獲得。ヘルナンデスがオフの移籍候補であることが分かっていればリストに入れていてもおかしくないくらい獲得できて嬉しい選手なんですが、とはいえあのトレードは全くの予想外。正直まだまだバリバリコンテンダーのブルージェイズがヘルナンデス放出に動く展開は全くと言っていいほど頭になかったです。ただ外野を再編したかったブルージェイズの事情も考えると、確かに保有権が残り1年のヘルナンデスを動かす可能性はゼロではなかったなと今なら思いますし、そういった他球団の事情も考慮しながら、まさかコンテンダーが主軸クラスの打者を放出するわけがないみたいな先入観を捨てて来てほしいと思う選手のリストが作れたらなお良かったのかなと。まあ何はともあれテオスカークラスのバッターが来てくれたのは万々歳なんですけどね。反省点4つ目、かつての片思いを考慮していませんでしたね。2020年オフに狙っていたウォンとラステラの獲得を2年越しに実現させたのがいい例かなと。ディポトさんは気に入った選手をとことん追う方なのを忘れていました。トレードでの獲得に期待して二遊間補強候補にポランコやロザリオをリストに入れたものの、今まで特に具体的な移籍の噂もなかったわけで、打線の補強としては少し弱いロザリオあたりを入れるくらいだったら、別にそこはディポトさんの好みに沿ってウォンの可能性を上げられたならなお良かったのかもしれません。まあここは私自身、コンフのマリナーズには二遊間を大幅に強化してアストロズと渡り合えるくらいのチームになってほしいという思いが強く、そうなるためにはウォンよりも上のクラス、それこそリストの一番最初に挙げたボガーツとか、そのレベルを本気で狙ってほしい気持ちが強すぎたのかもしれません。そして最後、いろいろ反省点はありましたが、これはもうね、物欲センサーの仕業もあるでしょう。こんなに来てほしい選手を2年続けてあげて、で結果全然来ないのはおかしい、何か大きな力が働いてるとしという感じで、なぜリストが叶わなかったか、今後に向けての反省も含めて振り返ってきましたが、まあここからは言い訳タイムですけれども、そもそもとしてドンピシャで来てほしい選手が自分の応援しているチームに来るなんて稀ですからね。マリナーズフロントと私の好みの違いもあるでしょうし、実現しないことの方が圧倒的に多いのは仕方ない。ただ、いつの日か、私とフロントの好みが奇跡的に一致し、かつリストに挙げた選手の獲得が実現した日には、皆様に渾身のドヤ顔を見せつけたいなと思っております。来年こそは当てるぞ。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。